は、なんかこの今、ヤフートップで見たらすごい書かれてて、うわ、すごい事件やなって、これはさすがに衝撃的だなと思ったけど、まあ、あとはジャニーズとか興味あるんで、そういう系のとか、あと宮迫とかね、誰でも知ってる芸人が引退するっていうのもちょっと印象深いっていうか、まあすごい事件だなとは思ったけど、なんかまあ別に、そんなさ、なんか、事件知ったところでみたいなとこない？別に事件を知る必要性もないしね、正直。だってさ、じゃあそれ知ったとこで何になるのって感じじゃない？なんかぶっちゃけ、なんかさ、なんか、なんだろう、まあ言い方悪いけど、じゃあそういうさ、じゃあ例えば誰かが殺されたとかさ、まあこの京アニのこととかってもそうだけど、それを知ったところで、じゃあ何になるのっていうところはあるじゃん、ぶっちゃけ。じゃあそれを知って、わあ、なんかね、ひどい事件やなって言ったところで、じゃあその亡くなった人も帰ってくるわけでもないしさ。ねえ。なんて言うんだろう。だそういうのをなんかわざわざ報道する側も問題があるとは俺思ってる方だから、どっちかっていうと。いや、屁理屈っていうか、だってそんなのいさ、いちいち報道してる時点で、なんかちょっとなっていう部分もない？で、言ってしまえばテレビ局だってそういう配信っていうかさ、放送のネタのためにやってる部分だって絶対あるわけじゃん。まあ言ってしまえば人の不幸をネタに、なんかこう、視聴率を取るみたいなとこもあるわけじゃん。だからそういうのをなんかじゃあ、ねえ、そういうなんかテレビ局の意図だったり、そういう部分を考えたら、別になんか、まあ、それ報道機関のね、そういう本意っていうか、そういう部分をなんか考えたら、別にそれを自分が知ったところで、じゃあ、その人たちが報われるのかとか、いろいろ考える人だから、なんか、当たり前のようにそういうニュースとかを聞いててもさ、そう。じゃあ、それでさ、じゃあ、こういうニュースを、じゃあね、じゃあ国民みんなが知りましたと。で、それでじゃあ亡くなられた方たちが生き返るのですかとか。っていう部分だよね。別にね、その人たちが生き返るわけでも、その人たちのね、遺族たちの苦しみだったり、その人たちが亡くなるときに受けた苦しみがじゃあ少しでも言えるのかって言ったら、それは多分言えないと思うんですよ。亡くなってる人がいるのに中途半端なことね。別に中途半端っていうか、僕はこれ毎回思うけどね。まあでも、見ちゃったら見ちゃったでは衝撃的なことやなと思うけど、まあ思うけどね。見ちゃったら。でもさ、別にそれをいちいち報道する必要はあんのとは思う。そうだね。じゃあ報道機関だから何してもいいのかって話よ。じゃあ例えばよ。例えば、じゃあこういう大きな事件があって、じゃあインターネットの配信者が野次馬でね、自分の配信のネタのために、こう映したらどう思う？みんな。ムカつくでしょ？こいつふざけんなと。遺族をバカにすんなと。死んだ人をネタに配信するんだってみんな絶対言うと思うんですよ。間違いなく言うじゃん。まあもちろん僕はそんな心ないことは絶対しないですけど、僕はそうやって人のね、不幸をネタにそんなことは絶対しないけど、中にはそういう輩みたいなやつもいるかもしれないじゃん、世の中には。でもさ、でもよくよく考えてみたらさ、報道機関だって一緒なんじゃないのって話。確かに世間のなんか目で見たら、ね、なんかどこの誰だかわかんないインターネットの配信者が行くのと、ちゃんとした報道機関に行くのじゃ、世間のイメージは違うかもしれないけど、でもやってることって一緒だよねって。そう。それは思うんだよな。で、それをこうみんなにさ、国民に知らせたところで、じゃそのさ人たちが報われるんだったらまだしも、まあそうやってね、じゃその人たちがじゃ生き返るとかそういうことがもしあるんだって、まあありえないけど、
そういうことがもしあるんだったら、じゃあ報道してさ、いいとは思うけど、別にそんな 何かが返ってくるわけでもないのに、それをわざわざさ、まあ、ちゃんとした報道機関とはいえ人間だからね。うん。言ったって人間だよ。その人間が、そういうものをじゃあ世の中に伝えて、何か、なんだろう。何か変わるのかなっていう部分。まあもちろんそういうなんか歴史として受け継がれるのかもしれないけど、でもさ、それってさ、そういうなんか、ものは言いようなだけでさ、歴史として受け継いでいくっていう部分も、まあ、わかるよ。歴史として受け継がれるっていう意味もわかるんだけど、それだったらインターネットの配信者が言ったって歴史として受け継ぐっていうね、理論で言ったら、じゃあそれはなんでインターネットの配信者が言ったらダメなのって話じゃん。うん。そこだけ見るんだったら、歴史として受け継がれるっていうんだったら、たとえインターネットの配信者でも少しでも、いろんな人が拡散した方が、それは世間にいろいろ歴史として受け継がれる部分があるわけじゃん。そうでしょ、うん、だから別に報道機関だからといって、何でもそう人の不幸をネタに、まあネタって言い方もあれなんだけど、でも言い方だよね。本当は物はいいようなだけで、ある意味ネタにしてる部分だってあるわけじゃん。そういう機関だって。だから俺なんかね、そういうのをね、なんかまあ別に、まあ、ヤフートップとか見て、こういうの、うわ、すごい事件だなと思っちゃうけど、見たら見たで思っちゃうよ。ヤフーとかも別に見るから、普通に。で、ヤフートップにさ、なんか気になるような記事があったら見ちゃうけど、確かに。でもそれをいちいち伝える必要あるのかなっていう、その必要性はあるのかなと思っちゃうよね。で、その報道機関だって、その意図として、自分たちは仕事でやってるわけじゃない。で、それで飯食ってるわけじゃん。まあ言い方は悪いけど、言い方変えると、そういう不幸、人の不幸を取り上げて金稼いで飯食ってんね、自分たちが。うん。で、そう考えたら、まあよくマスゴミとか言われますけど、世の中で。うん。いや、大丈夫っていうか、いや、逆になんかそういうのをなんか、平然となんか、報道機関だから当たり前じゃん。そういうことするの当たり前じゃんって思ってる人の方が俺はやばいと思うよ、逆に。うん。俺は逆にそういう人たちもやばいと思う。そういうなんかもう、世の中も長いものに巻かれてるっていうか、自分のなんか意思を持ってないっていうか、その本意を見極められてないっていうか、本質を見極められてないっていうかさ、なんて言うんだろう。うん。俺そういうことは思うときあるよ、本当に。うん。で、これで、じゃあ、なんかこういう、ね、京アニをこうやって、なんか放火しましたとか、こういう事件があってさ、うわ、なんか、こういうことやったら、なんかこんなになんか世間でニュースに取り上げられてもらうんだ、じゃあ俺もやろうみたいな、そういうような模倣犯が生まれる可能性だってあるんだよ。それを報道しなければ、そういう模倣犯が生まれる必要はないわけじゃん。うん、そういうことが生まれることはないわけじゃん。そうでしょ？なんかね、有名な秋葉原の殺傷事件の時だってそうだよ。あの時だって、なんか、あれなんかね、犯人をなんかリスペクトしてますとかっていうなんか、変な模倣犯みたいなやつが出てきて、で、それでなんか、にちゃんかどっかに書き込みして、なんか犯人をリスペクトしてるとかつって、僕も同じことをやるみたいな書き込みをしたやつがいたんだよ。で、それでなんか、殺害予告だっつって警察に特定されて、確かその犯人確か逮捕されてたと思うんだけど、確かそんな模倣犯みたいなやつもいたんですよ。でもそれもそういうなんか報道機関が報道しなければ、そういう情報さえね、他のいろんな国民がそういうさ、そういう頭のおかしいことを起こすような人たちがそれを見て、うん、じゃあ自分もやってみようとかっていうアホな考えを起こすような人が減るわけじゃん。そういう模倣犯が生まれなくなるわけじゃん。うん。そうでしょ。うん。そうそう、テレビが手口を教えてる。そう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 。そういうような、なんか事件があったっつんで、そういうバカなことを起こすようなさ、人のなんか、もう一つのなんか、同じようなことをするさ、結局ね、手口を教えちゃってるっていうか。うん、世の中だから本当に、うん、みんながみんな同じ考えを持ってるわけじゃないからね。うん、そういう意味では報道する必要性はあるのかっていうか、むしろ報道することによってマイナスのことだってあるわけだから。でもなんかみんなは当たり前のように報道機関だから報道して当たり前だろっていう考えになってるっていう。まあ、この考え自体が俺はもう逆に疑問だけどね。そんな普通に報道機関